はい、えー、それでは10月25日の3問に入っていきます今日は有名な方の言葉をお送りさせていただきます待っているだけの人たちにも何かが起こるかもしれないがそれは努力した人たちの残り物だけであるこれはアメリカの16代大統領リンカーンの言葉なんですね でこれを宅見に置き換えるとどうなるかっていうと、努力した人たちが合格をしていって、待っているだけの人たちっていうのは、その残り物、つまり、まあ、運よく合格できるかもしれないよと、それぐらいだよということなんですよね。あなた自身が待っているだけの人たちに該当するのか、また努力した人たちに該当するのか、振り返ってみましょう。なかなか宅見試験の勉強の場合、周りの受験生がいつ、どれくらい勉強しているのか、 わからないい場合がやっぱ多いんですよね。実際私は個別指導の受講者様を見ていますもうすでに来年に向けて個別指導受講された方もいらっしゃいますまたこれまでの受講者の方でも試験が終わった後に受講される方は非常に多いんですねつまりまあこの時期に受講される方って非常に多いんですよでさらにこれからですねほぼ毎日コツコツ来年の試験日まで勉強する方も意外と多いです なので今すぐ来年の試験に向けて一緒に歩んでいきましょうコツコツが勝つコツです毎日理解学習を実践していきましょうそして来年絶対合格を勝ち取りましょうそれでは10月25日の3問に入っていきます虚偽表示についてですねで虚偽表示については改正民法で改正されていませんなのでまあこれまでの内容と同じです A がその所有地について、債権者 B の差し押さえを免れるため、C と通報して C に所有権を移転させた。その後、C の通報について、善意の D に当該土地を譲渡し、さらに D が E に譲渡した場合、E は E の善意悪意に関わらず、A に対して対抗できる、丸か×かという問題ですね。まあ、これについては、あの、図書かないとですね、理解できませんので、ちょっと図を書いてみてください。 なので一旦動画ストップしていただいて、先に図を描きましょう。で、図はこんな感じですね。A が債権者 B からこう差し押さえられると。それを免れるために C さんと通報して、この土地の所有権を C に移転させたんですね。で、さらにその C がこの土地を D に売却した。で、D さんは善意ということなので、この通報について知らないって話なんですね。で、購入した D さんが E さんに売却しましたよと。 で、E さんについては善意か悪意か、まあ、分からないよと。で、その状況で E さんは A さんに対して対抗できるか。つまり E は A に対して、この土地は私が買ったんだから僕の土地だっていうふうに主張できるかっていうことです。で、この問題、先ほども言った通り、絶対に図を書いてください。で、D さんが第三者で E さんが転得者なんですね。A さん、C さんが当事者で D が第三者。 で、D から譲渡を受けた、つまり購入した E さんは転得者と呼びます。で、結論から言うと、D さんもしくは E さんが善意であれば、E は A に対抗できるんですね。で、今回の問題で言うと、D は善意なんですよね。従って E は A に対抗できます。つまり、E さんは A に対して、この土地は僕の土地だと主張することができるので、丸になるということです。 D さん、E さん、どちらかが善意であれば E さんは A に対抗できるというのが今回のポイントになってくるんですね。で、今回は D さんが善意だから E さんは A に対抗できる。つまり E さんは私が土地を買ったんだからこの土地は僕のもんだっていうふうに E さんは A に主張することができる。だから丸になるということです。 で今回の問題っていうのは、ただ覚えるだけじゃなくて理解してほしいんですね。まあ、今回はこのポイントだけしかお伝えをしていないので、理解についてはあなた自身で行っていただくという流れになるんですけども、これちゃんと理解しなきゃいけないんですよ。でそうしないと、引っ掛け問題に引っかかるんですよね。あと、混乱してきます。問題文が難しくなってきて混乱しちゃいます。だから理解してほしいんですよで。そうすれば答えを導けるようになるんですね。 だから何でもかんでも覚える癖っていうのは絶対にやめた方がいいです。そんなことをしていたらいつまで経っても合格って難しいんですよねで。個別事情の受講者さんについては効率的に頭に入れるための、えー、この問題のポイントとあと考え方、重要なポイントですね。これをつなげて頭に入れていただければと思います。あのメールでお送りしている解説あると思いますので受講者専用の解説ですね。そちらをご覧いただいて確認していただければと思います。で、問い2に入ります。 37条書面ですね。宅建業者 A は、宅地の売買を媒介し、契約が成立したと。で当該、宅地にかかる租税、その他、効果の負担に関する定めがあるとき、A が交付する37条書面に記載しなければならない、○か×かという問題ですね。で答えは○です。租税効果については、37条書面に記載しなければなりません。 でこれについてはですね、定めがある場合ですね。で今回は、定めがあるときって書いてあるので、37条書面に記載しなければならないということです。で37条書面に記載すべき事項と、35条書面、つまり重要事項説明書ですね、に記載すべき事項。この違いについては、必ず頭に入れておいてほしいんですね。で今回、租税効果って書いてあるんですけども、これ、固定資産税の話です。まあ、固定資産税がいくらなのかとか、まあ、そういった情報ですね。まあ、これぐらいの理解で十分です。 で、固定資産税が年額いくらなのかっていうところを、まあ、記載するんですけども、まあ、細かい部分までは覚えなくても大丈夫です。で、近年のこれ、出題ポイントの一つになってるんですね。で、しかも、2問以上出る可能性も、えー、あるんですよ。この35条書面、37条書面の違いとかですね。だから、絶対に頭に入れておきましょう。 でこの35条書面の記載事項と37条書面の記載事項の覚え方については個別指導で解説しています。覚えるのが苦手な方はぜひ個別指導をご活用ください。で個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を記載しておきますのでご確認ください。で、問いさんですね。問いさんに入る前にまだチャンネル登録していない方はこの動画の下のチャンネル登録ボタンをクリックしていただいてチャンネル登録していただければと思います。で、問いさん開発許可ですね。 都市計画法33条に規定する開発許可の基準のうち、主として事故の居住のように供する住宅の建築のように供する目的で行う開発行為に対して開発区域に設置しなければならない公園、緑地または広場についての基準は適用されない、丸かツかという問題ですね、まあ、これ、あの問題文が非常に難しくなっているんですよ。 何々のように供する。何々のように供する。まあ、これがもう重複しているので、何を言っているのかわからないという方が意外と多いんですね。ただちょっとここまで解説すると長くなりますので、ちょっと今回省略させていただきます。で個別指導の受講差についてはわからない場合、言っていただければ解説させていただきます。でえ答えは丸です。 で、まず、公園等の基準って何なのかっていう話なんですよね。まあ、ここにも書いてある通り、公園、緑地、広場についての基準ってこう書いてありますよね。で、これ何かっていうと、開発区域内にこれぐらいの広さの公園作ってくださいねっていう基準なんですよ。でもちょっと考えてほしいんですけども、主として自己居住用の住宅建築のための開発行為なんですよね。つまりこれどういうことかというと、自宅を建てるための開発行為なんですよ。 自宅をを建ててるるために土地を工事すすって話なんですねで。自宅用の土地に公園作る人って、まあ、まりいないですよね。自宅用なんで。だから、公園に関する基準っていうのはありませんよ。必要ないですよっていうことです。従って、公園などの基準はこれ、適用されないんですね。自己居住用住宅の開発行為の場合は、公園などの基準っていうのは適用されないということです。でイメージできれば、すごく頭に入れやすいですよね。 なんで、まあ、個別指導ではこのようにえ理解しやすいようにえ解説しております。で、個別指導、値上げまであと6日です。分割払いの分割回数も増やして支払いやすい内容になっていますので、ぜひえ個別指導をご検討くださいえ。個別指導の詳細については動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。今日も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。また明日動画をご覧いただければと思います。レトスの小野でした。